はい、どうもアークルでーす。あ、ワンはな、これは。あ、ラグあるわ、ドラムの、ドラムの翔太です。ボーカルギターの河内健吾です。ベースの井光介です。ギターの中道亮です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今ちょっと、ね、時期が時期なので、世界が大変なことになっているのでこういう形での配信となっておりますが、はい、一応なんかトップスチャンネルつなぎということで、大分のライバース大分、トップスの、坪井店長から、大分のバンドシーンについてアークル語ってくれと、無茶ぶりを受けましたので、まあ、この時間ちょっと、はい、せっかくなんで、じゃあ大分のバンドシーンについて喋っていこうかなと思います。はいはいはい、誰から行こうかな。行きたい人いる？いや別にじゃあ河内さんからじゃあ河内さんからバンドシーン、その今大分で活動してるバンドシーンのことをあまり深くは知れてないのですが、シックスラウンジ、スリーピングガールズ、ぐらいしか俺らは最近は対バンしてないのかな。だと、まあ大分在住のバンドだった、在住のバンドはそう対バンしてないけども、シーンとしては、俺ら世代にもうあったシーンは結構その東京で活動してるバンドが多くて、ホットスプリング、トゥエンティーズ、ドルーグ、カッコカリとか、他は、ゴーゴーバイナス、まあまあ同じシーンではなかったような気がするけど、だいぶその俺らちょっと上と俺らの年齢層では息の長くて根が深いバンドが多いかなというふうに、感じてはいます。スリーピングガールズも、シックスラウンジも非常に、これから多分どんどん世に羽ばたいていくんでしょうなと、思ってはいるが、よく分かってはいません。ですねまあその、まあ、僕らが僕ら高校まで大分で活動して、で大学から福岡に行ったんで、もう大分を離れてだいぶ年月が経ちますので、まあなかなか確かにね、その大分のバンドシーン、まあでも全然そのなんか外から見た感じの大分のバンドシーンっていうのもいいけどね。なんかいいちゃんとかどうですか？ですか？そうですね、昔からあるのはなんかロック色、ロックンロール色が強いバンドが比較的多いかなという気はしてますけどね、かつ曲がいいっていうか歌がいいバンドは多いかなっていう気はしますね。そのどっちかみたいな、なんかロック色、なんか歌に特化するかみたいな、その間もあるし、なんかそういう、なんだろうな、大分っぽいっていうのはそこにあるのかなとは個人的には思ってるが、どうだろうか。思います、俺も。確かに。そう、いや、確かになんかその、一見こう、ロックンロールゴリゴリっていう感じかと思いきや、めちゃくちゃこう、曲はメロディックでポップでっていうバンドは、確かに結構多い気もするし、まあ言うたら俺らもそうかもしれんし、まあシックスランジとかもそうだし、なんかそういうイメージは確かに、なんかまあ今に始まったことじゃなくてずっとある気はする。そうだ、うん、なんか俺のこう思うところというか、俺らがまだ学生、中学とか高校だった頃ってまだ多分大分の中でもそういうロックとかパンクの人と、なんていうの、歌物の人ってちょっとセパレート感がまだあったかなっていう
なんか時代だったような気がするというか。ああ、それはわかる。まあメロコアのシーンとかももちろんあの時結構多かったのもあると思うんですけど、なんかそれをまあ見て育ってきた俺らの世代というか、なんかそこでなんか両方いいものがあるんだから一緒にした方がなんかさらに面白くなりそうなのになって思って、多分学生時代を過ごして自分たちの音楽に変えてきた、なんかこの世代がなんか俺ら以降なのかなっていう気もするしっていうか、なんかその先輩たちのね礎があったからこそのこういうなんかいいこう混ぜ方というか、まあ確かにそれができてる気がする。うん、まあ、言うてめちゃくちゃ怖かったけどね、そのいや怖いよ先輩たち、俺たちがサークルが高校生とかでライブハウスでやってた時とか、まあいやもちろんすごい可愛がってはくれたけど、うん、やっぱ結構バキバキにヤンキーも多かったし、かわいがってくれてた先輩より上の世代がさらにさそれはあったら、まあ結果みんな人たちではあるんだけど、そうやっぱりこう半端なさ上の世代がミクスチャー世代っていうかさ、その辺が結構圧が強かった感じは俺らの時代はあった確実にあった まあ、一番怖かったのはもちろん坪井さんやけどね、どう考えても一番いかつかったもんな、ほんとに。だいぶ穏やかになられたと思います。そうだね、まあ元から穏やかだったかもしれないけど外に出してくれるようになってるよねそうだね。まあ俺もそのまあ大分のバンドシーンは結構今みんなが言ってくれた感じだなと思ってて、なんかやっぱり本当に思うのは、まあ俺らも一応っていうか、まあ大分出身のみんな同じ大分の中学校、まあ大分別府市の中学校で結成したまあバンドなんで、まあ大分せっかくなんで地元にこうかっこいいバンドを連れてこようってツアーとかで、まあ、連れてきてて、やっぱ1回大分に来るとみんな2回3回ってこう来たくなるのよ、うん、でこう来るまでが結構まあハードル高いっていうか、正直そうだ ね、まあ、言うてもその地方だし、まあ、九州で言ったらこう福岡とか、ねまあ、都市部に行って終わりみたいなところをこう大分までちょっと足伸ばすってなかなかちょっとハードル高いかもしれんけど、それでも来たら絶対来るようになるじゃん、うん、だからね、それこそその事務所の後輩のハローっていうジョハンとか、そんなにこう細かくツアーを回るようなイメージのバンドじゃないけど、やっぱ大分には結構コンスタントにいてくれるし、あいつらとかめちゃくちゃ大分ハマってるもんね、やっぱり。でまあやっぱこうトップス、まあ、ビッツオールっていう大きい綺麗なライブハウスがあって、で夏とかやっぱそこでライブするともうね海辺っていうか裏ライブハウスの裏のところでこうバーベキュー打ち上げがねバーベキューとかしたりして、なんかそういうのもなんかこうバンドマンにとってはすごいいい思い出になるというか、なんか割とまあね、俺らも今はラッコタワーとかすごい仲いいけどさ、なんかこうグッて近づいたのは割とそういう地元大分にラッコタワー連れてきて、ね、打ち上げでバーベキューして、なんかそこで結構グッと近づいたような気もするし、それこそシックスランジとかもそうだよね。なんか最初やっぱあいつらもすごい俺らのことこう怖がってたところはあるけど、なんかやっぱ大分で一緒にやって、まあ、そうだね、あんまりこう世に出せるような姿ではない姿もちゃんとお互いこう見てきて、ね、なんかそこでこうぐっと距離が縮まってた感じがしてて、あやっぱ、うんまあ、特別かなっていう、まあ、本当になんか、うん、来てほしいよ。どうすか。いやでもそこ流れで言うとさ、
バカが多いね。あ、そうだね。ドラグとかね。なんかそこら辺でおバカさんたちが多いからとか、はしゃげる人しか逆に言うといない気がするんだけど。まあ飲めなかったしね、シクスラン元々。まあそうだね、最初はね。出会った頃はまだ。そうだね。まあ酒好きで、うまいもの好きで、人が好きな人はもう、まあバンドマンはハマるよね。まあ絶対ハマると思う。まあ欲を言えば本当にそのライブの日前後、こうオフにしてもらって、なんかこうなんだろう、大分もそうだし、まあ地元別府もこう案内したいなっていう気持ちはすごいあるし、なんかまだまだもちろん連れてこれてないバンドもまあたくさんありますし、なんかそういうバンドもやっぱり多分まあ大分のお客さんもね、もちろんこう福岡とか東京とかに好きなバンド見に行ったりはするかもしれんけど、でもやっぱ地元で見たいと思うんですよ。好きなバンドを自分の地元で見たいんだと思うし、なんかそういうのをずっと俺らとしてもこうなんかどうにかねまとめて連れてこれないかなと思ってて、でまあこうそういうのでヒューマニズムっていうイベントをまあ立ち上げて、でまあ東京で今2回、まあ大きいイベントとしては2回オーイーストっていうところでやらせてもらって、まあ、それをその来年5月にまあ地元大分別府に持ち帰る予定でおります。ええ、すごい規模を大きくしてね、すごくね、すごくね、すごくまあ自分らとしてもかなり、まあかなりっていうか、まあ自分らとしてももちろんもうバンド人生最大のまあ挑戦になると思います。でまあちょっとねこういうまあコロナのうんぬんでなかなかねこう話が進みづらくはなってるんですけど、まあでもやっぱそういうなんか楽しみというかこう一つの目標がないとなかなかこの苦しい時期を乗り越えていけないな、まあ俺ら自身が乗り越えていけないなって思ってる。なんかそれはまあみんな、なんか楽しみに待っててくれたらなと思います。思いますね。でも本当なんかもう盛大に祭りに行きたいと思ってるんで、なんかねやっぱみんなももう家族とか巻き込んでこう協力してくれたら連れていくバンドも喜んでくれるんじゃないかなと、本当に思います。思います。でまああの4月の29日に、アークルフルアルバム、心の温度を、まあ、リリースで、5月からツアーを、まあ、回る予定だったんですけども、まあ、ちょっと CD リリースも延期になってしまって6月の17日、まあ、だいぶ先だね。だいぶ先ですよ。1ヶ月半です、ね。まあ俺らからしたらもうそのレコーディングしてからで考えたら結構もう半年くらい経つからもうだいぶしびれは切らしている。もう切れまくってるよ。切れまくってる。ね、早く聴いてほしい気持ちがかなりあるけど、まあでもまあみんながこう安心してちゃんと、まあ、前向きな気持ちでこう聴ける時期が来て、でまあ聴いてもらいたいってことで、まあ、6月の17日に一応延期させていただいて、まあ、ツアーもちょっと日程がまた変わってしまうかもしれないんですけども、
必ず、全国ツアー回りますので、そちらもぜひ見に来てほしいなと思います。思います、思ってます。はい、で最後に、愛すべきツボーイさんに一言と皆様いただいてお別れにしましょうか。そうですね。あ、じゃあ、はい、じゃあ川内さんから。はい、体には気をつけてください。じゃあイーちゃんは。そうですね、ツボーイさんこれあったら死んじゃうんで、ちゃんと予防してください。うん、本当に。りょうくん、今この期間にできることはあんまり多くはないかもしれないですけど、お互いに諦めずに音楽を愛する心を忘れず生きていきましょう。はい、はい、ということで、これ、トップス、俺いいよ、一緒じゃない、いいよ。いやでも本当に、3人来たらあと1いるやな。いや本当にそのイーちゃんも言ってくれたけど、ツボイさんもね元気なの、元気なんだけど、あの多分体の中身はかなりボロボロなので、本当に今ねコロナにかかってたらかなり危ういんでね、あのちゃんと トップスチャンネルつなぎがこれから先も続けれるように、あの健康でいてほしいなと思います。飲みすぎもね、はい、この、うん、飲みも良くない、家からってね、うん、確かに気をつけてください。はい、ということで、アグレでした。